カラスモリ荷ナリ神社鳥居と小木公園の桜並木岡山神社一の鳥小木公園は佐賀県小木市小木町に所在する都市公園である。前身の桜岡公園の名で呼ばれることもある。園内の小高い丘、桜が丘を借景にした庭園、自楽園があり、周辺には約3000本の桜が咲く。また、岡山神社とカラスモリナリ神社の二つの神社。 また丘の長部には古墳があるほか、都市公園として運動場が設けられている。日本桜名所百選及び日本の歴史公園百選に選定されている。秘前国王議藩主、初代の鍋島元重と二代の鍋島忠志能の二代に渡って築かれた桜並木と庭園が公園の始まり。当時、当地には鯖丘と呼ばれる小高い丘があり、元重はここに、 桜の木を植え、茶屋を設けた。自家農はこれを引き継ぐと、1656年級の呼び名を桜岡に、改称、桜の食事を続けた。この頃、自家農の移植により1658年、木下純安が桜岡の継承を桜岡木に表すと、林画法や林方向などの樹舎が桜岡住居桜岡二重刑などの詩を作り知られることとなる。 また、足カ正明から和歌の指導を受けていた、自家能は、クベラに、桜岡の桜をテーマとした読み草を募ることを、立案する。五参院から、女生、道光の利神のオーラから歌詞など18名から和歌を、受けると、1675年に、これらを一条に清書し、岡花二十種和歌を作った。そして、ジカ能は隠居後の百八十四年、桜岡の南読に、 池と植栽を排した庭園を作らせ、芝温港の独楽園から取って自楽園と命名した。その後、三代鍋島元部は桜岡北方、現在の佐賀県立小木高等学校付近に小木藩邸を設けて小木藩生の中心地とした。1875年11月、1873年の 大上官布告による公園地取り調べ後、佐賀県内最初の公園として認可され、桜丘公園として開設された。後に、小木町の管理となり、桜丘の頂上には御歳院魚生の花避が建立された。当初、公園区域は桜丘周辺のみで、庭園は含まれていなかった。1951年、自楽園を所有していた鍋島家がこれを市に寄贈。 公園に編入し、小木公園と解消する。鍋島忠志能が築いた庭園。新自地と呼ばれる大きな池があり、その周囲に堀や橋、各所に植栽が施されている。築造当時は、複数の廊閣があったとされるが現存せず、建物は門など一部が残る。カラス森稲荷神社。桜岡の長部、茶泉塚古墳のすぐ南に鎮座する稲荷神社。 1699年に江戸斎は岩市の小木浜屋敷内にあったカラス森稲荷を誕生し、小木藩三代藩主鍋島元部が創建。1785年、九代鍋島忠行が現在の小木高等学校の北にあった稲荷屋敷に移した。1878年には再び現在地に戻された。岡山神社。桜岡の南陸に鎮座する。 1789年の創建で、当初は国部社と称した。1858年に岡山神社と改称する。祭人は国部大臣と保古地大臣。境内には有田焼の直生、灯籠一帯がある。また1888年混流の一の鳥居と石灯籠の名分は、小木出身の書家、中林五地区の筆。境内社として、 本殿の北に、天馬神社、そのさらに北に、野牛胸乗りを祀る、玉聖者と、野牛十兵衛を祀る、武聖者がある。茶仙塚興奮。桜岡の頂部に築かれた、全長46メートル、公園部計約26メートル、公園部の高さ約5メートルの前方公園墳。首レブ付近から出土した弾きの年代から4世紀、後半に造営されたと推定され。 佐賀県では最古級の前方公園墳。1992年に佐賀県史跡に指定されている。元気広場と名付けられている。遊具が設置されており、下記は滝が流れる。大隅薪園内の小高い丘は、国土地理院の地形図では標高41メートルの桜が丘となっている。これは、道図に標高が記載されている。佐賀県の山では最も低い。 ありがとうございます。